ロクロックです。どうも。まあ過去にもですね、このロクロックビーでは浜野バカドッキリ、佐久本バカドッキリやってきましたけれども、その度にあなたたち二人はいがみ合っている。で、俺自身もどっちがバカなのかってはっきりと分からない部分でもあるし、今回はまあ本当に常識問題、これはもう答えられるだろうっていう問題を用意してきたんで、はいはいはい、決着つけましょう。そうっしょ。なんで罰ゲームございます。負けた方は一生相手のことをバカにしちゃいけません。自分が下であるという自覚を持つということですから。あー、なるほど。もうそういう発言が僕も含め菊池さん、または例えば浜野が勝ったら浜野、坂本さんが勝ったら坂本さんが感じたらもうビンタしていいと。やだ。感じたらね。だから早速バトルスタートです。先に3問間違えた人が敗者でございます。敗者。第1問、2009年世界陸上で男子 100m、200m と立て続けに世界記録を更新したジャマイカの選手といえば誰？正解！よしよしよし。指は英語でフィンガー。では、爪は英語で何と言うでしょう？パッと思いついですよ、今は。まあいいとは思うけどね。これじゃないのかな。はい。オープン！ネイル！よし、オープン！さあ、いきなり来ましたよ、浜野くん。それ武器じゃないですか。今日はね、鍵爪とかそういう人なんですか。多分。どういうことですか。はっきりとは分かんないけど。日本のプロ野球、セリーグはセントラルリーグ、ではパリーグは何リーグでしょう。正解。おお。第1回オリンピックが開催された国はどこ。これもね、普通に考えます。普通に考えてください。こんな外したらリーチにやっちゃうから、それは面白くないからな。張り合いないのよ。やべえ、わっか。もう大ヒント言うと、俺らが生きてる時にやってるもんね、同じ国で。あ、そうですね、やってますね。これヒントやったけど。佐久本さんからいきましょうか。では佐久本さんの回答オープン。ギリシャ。なるほど、ギリシャ。さあ、浜野の回答オープン。オーストラリア。どこ。ギリシャ。やばい。あと、間違った時に確かにって毎回言うのやめてください。本当だよ。まだ問題終わってないですから。そう、でも巻き返せばいいんだから。そうですよ。先日、築地から移転された中央卸売市場の場所はどこ。正解。おー、危ねー。2人とも漢字違いますからね。実はそれぞれに1問ずつね、得意問題持ってきたんですよ。じゃあ佐久本さん余裕あるんで、そのものちょっと得意問題を。やった。なるほどね。はい、まあ、でもこれも常識です。ニュートンが発見した全ての物体の間に働く互いに引き合う力、この力のことを何というでしょう。ニュートンが発見した全ての物体の間に働く互いに引き合う力、この力のことを何という。ニュートンから引っ張ってきた方がいいかもしれないですね。そのもう意味でいくよりは。ね。一斉にオープン。バイオ引力。よし。まあ。相対性理論もニュートン。相対性理論はあれです、アインシュタイン。さあ、では今度は佐久本さんの得意分野から。まだに。いやでもこれ分かると思う。生類憐れみの霊で知られる第5代徳川将軍といえば徳川何。まあ、動物殺すなよって言った人です。徳川の中でも有名。徳川の中でもかなり有名な部類に入りますね、この人は。佐久本さんから発表しましょう。佐久本さんの回答こちら、徳川吉宗。さあ、では浜野行きましょう。浜野の回答こちら、徳川家光。負けです。はい、だからもう俺をバカにしないでください。しないでくださいよ。もう俺はずっとバカにしますから。今後とも。うん、はい、バカにしていいです。まあ、数学は僕らも得意ですけどね。いいですよ、いいですね。いいです、いいです。もう判断したら。はい、はい、いいです、いいです。いいです、そう。はい、ということで、ご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。私たちロクロックビー、ただいま、1000人登録者数目指して頑張ってますので、頑張ってます。登録ぜひともよろしくお願いします。じゃあ、最後。浜野さん、一言、どうぞ。あ、うまいこと言うなぜ。
のバイユイルは分からなかったですけどね。すごい。